Sirex, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. Leonardo da Vinci, Raphael Sancho, and other painters in the Renaissance painted such and such paintings in their paintings. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Human sacrifice. Uh, I have been teaching children for over 40 years, so uh, when I found these boys were bruised in some part of his faces, I was very much shocked, so I just uh, tried to uh, re examine this uh, oil painting uh, painted by Verroccio uh, and Leonardo da Vinci uh, in Japanese. 幼児を教えてきたせいもあるんですねこういう子どもたちを見ると大変気になるんです。子どもたちは明らかに打撲症といいますか、虐待を受けてますね。あの、で、なぜこんな虐待を受けた、虐待を受けてるかという部分と、それからなぜこんな虐待を受けたのかと。あれはもう一つは、あの、やっぱりなぜこんなような、ね、 あの、ダヴィンチがまあ描いたか、まあ、ダヴィンチとベロッチョと描いたわけですけども、ベロ最終的にはダヴィンチが、あのー、完成させたということになってますけどなぜこんな絵を描いたかということなんですよね。それについて、まあ、これ気になる事実があるんですけども、ヨハネの福音書ではですね、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんと。人の子を食べろってわけですね。まあ、現在これについては、キリスト教側はですね、人の子というのはキリストのこと言ってるんだと。神の 古だとということは言ってますんで、私もう一回確かめてみました。本当にそんなことを聖書のね、福音書に書いたのかどうかということなんですけども、確かめてみましたら、やっぱり人の子となってましたね。神のことは書いてありません。それで、まあ、あの、従来というか昔はですね、まあ、あの、キリスト教でも、ヒンズー教でも、担当らでもですね、生贄,生贄を、ま、重要視していたわけです。そして、その生贄というのは人間の子供であったわけですね。 ケツアルコアトルっていう、まあ、南米、アステカのね、恐ろしいあの蛇の頭をした神様もそうだったんですね。で、私はここであの、前から言ってますように、なんでこんなところに穴開きドルメンがあるかということなんです。穴開きドルメンっていうのは、カサ図で3000個以上見つかってますけど、その近くっていう、まあ、そば、そばでですね、この前あの、友人の加藤さんが行かれまして、若い少女たちが犠牲になって、その頭蓋骨が、いっぱいあったということを報告してくださいました。 で頭蓋骨だけで体は別のところになったとそ,そうですね。そうなるとこれは本当にキリストなのか、これは本当にあのバプティストのバプティズムあの人のヨハネなのか、私は疑問に思います。ということを考えながら皆さんもう一度あのアナギドルメについてのビデオをご覧になってください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is、uh, Hiroshi Hayashi, Makoto j And ケイコー・マイカ、フランス。Cannibalism:Dark History of Europe 人間が人間を食べる。ヨーロッパの暗黒史。詩、えー。マイカ・マスコさんと k イコー・カトーさんがですね、まあと,、まあ、とてもショッキングな情報を届けてくださいました。でその前に、 あの、ヨーロッパにはですね、アナきキドルメンというのが数千個以上見つかってるんですね。コーカサスだけでも3000個以上見つかっています。で、これが何の目的で何のためにあったかですけども、これについて人間を閉じ込めておくための倉庫であったということを私は言いました。まあ一般的にですね、キャニバリズム、人間が人間を食べるという習慣は、マヤ、インカの時代、 え、アステカの時代からもありました。これらの絵はですね、えー、ブラジルでのカニバルのいわゆるその風景ですね。まあ残虐極まりないというか、あの、まあ気分が悪くなる人も多いかと思いますけども、まあ今回あえて紹介いたしました。しかし、ヨーロッパに関してはですね、極めて資料が少ないんですね。で、ヨーロッパの人たちも大変口が重いんです。しかし、えー、ルネサンス期、 15世紀、16世紀にはですね、カニバルズは普通になされておりました。わずかですけども、こうした証拠が残っている、残っています。で、このカニバルズ、いわゆる人間が人間を食べるという習慣ですね。で、一枚だけ1951年に描かれた絵が見つかりました。で、これはあの、まあ、ルネサンス期ですね、まさに。 えー、時期と場所が分かっている数少ない絵の一枚なんですね。あのー、やはりこうヨーロッパの人もですね、あのー、自分たちのそうした暗い過去と言いますか、暗い歴史を、まあ、まあ、誰でもそうですけどもね、日本人でもそうでしょうけども、隠そうとするわけですね。まあ、隠そうというか、あえて表沙汰にしないでおこうということなんでしょうかね。しかし、特に、 えー、ダヴィンチ、ルネサンスの時代には、ごく普通のこととしてなされていたことは事実です。でそんな時ですね、あの、フランス在住の、えー、ケイコさんとマイカさんがですね、これとは別に、あの、このことには直接関係ないんですけども、レポートを送ってくださいました。えー マイカ・マスコさんとケイコさん、加藤ケイコさんはですね、ワインの研究家として知られています。そしてあの本も出されております。で、グルジアの隣の国のアルメニアに行ってきたというわけです。そこで、えー、ケイコさんとマイカさんは大変奇妙な事実を、まあ、知ることになるわけですね。 である、まあ、発掘現場行ったんだけども、入り口は塞がれ、誰も中には入らないんだけども、ってことで、特別に入れてもらったということだそうです。それで、その説明内容がですね、今まで聞いてきた話とは全く違っていたということなんですね。ディアナさんの、ディナさんですかあの、説明には、あぜんとしましたと。この場所は死者を伴うための場所であったというわけなんですけども、実はそうではなくてですね、 えー、いわゆる発掘されたのは頭蓋骨。しかも7歳から15歳までの少女たちのものであったと。で、頭蓋骨はね、あの別の場所で発見されていると。いわゆる首をちぎられて発見されているというわけですね。で、亀の壺が怪しいというわけですね。中から人骨が見つかったってわけです。頭部は切り離されていたと。これはみんな少女たちのもので、食べられた跡があるという説明を受けたそうです。 いわゆる少女たちはここで食べられたわけですね。で、少女たちは調理され、そして誰かがワインを飲んでいたということなんです。誰が誰を食べたかですね。DNA 鑑定はまだなされていないということです。いわゆる、まあ、まさにその食人、カニバルズの証拠、直接な証拠を、えー、ケイゴさんと、えー、ケイゴさんたちはですね、えー、まさに、その証言を得たということなんですね。まあ、その、えー、 写真を送っていただきましたので、今、皆さんに紹介してますけども、えー、こうしたその証拠が直接って言いますかね、あの、証言として手に入るということは大変珍しいことなんですね。で、この、トルコ、それから、あの、コーカサスです。まあ、まあ、以前は、全体をコーカサス地方って言うんですけども、まあ、そこへ行かれてそうした事実を知ったというわけですね。マイカさんとケイコさん。 どうもありがとうございました。あのー、これで一つずつまた証拠が集まっていきます。で、これがその、まあ、発掘現場なんだそうですけども、先ほど言いましたように、少女たちがですね、首を切られ、そして別ペ々ペの場所で、まあ、見つかったというわけですね。で、レザーの靴が見つかったということも、まあ、報告してくださいました。 まあ、あの、ケイコさんとマイカさんをですね、世界中を歩きながら、あるいは旅しながら、ワインの、えー、研究を続けていらっしゃいます。えー、先般、えー、日本に来てくださった、来られた折にはですね、わざわざ私の家へ寄ってくださいました。あごめんなさい、あの、一緒に食事をさせていただきました。あの、山荘へね、あの、よよ行く予定だったんですけど、忙しくてね、掃除をしてない、草を刈ってないというような状況で、 あの、申し訳ありませんでした、稽古さん。それから、次回ね、おいでになるときは必ずあの、酸素にご招待申し上げます。で、この写真は、ディナ・ザ・ダイアンさんが撮られた写真だってわけですね。まあ、要するにあの、まあ、この後もその証,証拠と言いますか、新しい証拠がまた出てきましたので、皆さんにお見せしますけども、あの、いわゆる人間が人間を食べるという習慣は、あ ごく、まあ、普通になされていたということですね。そうしたその絵画は、あルネサンスの、えー、巨匠たちがみんな描いてますね。あの、ダビンチは,はそういった残酷な絵は描いてませんけども、ほとんどの画家はそうした残酷な風景を描いています。ルネサンスという時代はですね、あ陽光がさんさんと輝く明るい時代を皆さんは想像なさっていらっしゃると思いますけども、全く逆ですね。 調べれば調べるほど暗黒の時代であったということがわかります。この辺が、あの、敬子さんとの、あの、いわゆる、なんて言いますか、あの、得意分野といいますかね、あの、アルコールの研究をなさっていらっしゃるわけです。グルジュアのこの前、あの、ワインをいただきましたけども、本当に、全く味が違うというか、美味しかったですね。酒の飲めない私でも、 ごくごくと飲んでしまったという、まあ、恐ろしい酒でした。で、カッパドキアにもねあの、ずっとあの辺、トルコの方を回ってらっしゃるもんですから、あの、車で行かれるんだそうです。フランスから、あ何時間とかに、二十30時間とか40、ごめんなさい、記憶ですけども、かかって行かれたそうです。えー、ご著書もいただきました。いわゆる、まあ、あの、 ワインの分野からもね、エイリアンの存在は、あの、確実である。ワイン研究の分野からもね。ということが、まあ、あの、敬語さん、マイカさんの、え持論であります。まあ、あの、要するにですね、四方八方から集まってくる情報は、ちょうど人ーパズルを組み立て、立てるかのようにですね、一つの、あるいは一枚の A と繋がっていくわけですね。 あの、一枚の絵ということは、人間だけが、この地球上の生物ではな、知的な生物ではないということです。これは、慶子さんとマイカさんが作、あの、作られた厚さが2センチほどもある分厚い本なんですよ。で、マイカさんがカメラマンで、慶子さんが文章を書いていらっしゃいます。 今これあのアルゼ、アゼルバイジャンの地図を見お見せしましたんですけども、この辺全体をコーカサスっていうんですね。で、コーカサス地方っていうのはですね、まあ、ア,ルゼアゼルバイジャンがあり、グルジア、エゴジア、ジョージアと書くでグルジアがあるわけですね。で、この辺全体をコーカサスって言うんですけども、このコーカサスって3000個以上の、いわゆる穴開きドル面が見つかっているわけです。 これはあの、ちょっと人肉の様子なんで誰が食べてるかっていうこと、ちょっと一つのヒントになると思いますけども、食べる側の人にはですね、こうしたヒレといいますか、背中にこう、ヒレっぽいものが書いてあるんですね。これはブラジルの絵なんですけども、いわゆるレプタリアンを思わせるようなヒレが偶然の一致なんでしょうかあの、ヨーロッパのルネサンスの時代の絵と、絵の描き方と非常に類似して、まあ、類似した絵の描き方で書いてあるわけです。そうしましたら、新しい情報がマコテさんより入りました。 えー、まあお読みください。その「a ンシャントオリジンズ i っていうのはこれがそのもともとのレポートなんですけども 最初の部分だけ訳してみますが、要するにですね、いわゆる人間を溶かしてですね、そして粉々にしてしまうというまあ恐ろしい石棺だというわけですね。えー 普通人間は50年から200年かかるんだそうです。しかし40日以内にもう完全に、えー、溶かして消してしまうという石棺だそうですね。特殊な化学薬品、特殊な,、まあ、なんていうかあ物質を使ってそうしていたそうです。まあ、人間の知恵ではないですよね。まあ、この辺はアーソースの 町の説明です。まあ、ペルシャ人がやってきて滅んで、その後、こら今度はアレクサンダー大王がやってくるんですね。そうした、まあ、この民族が入れ替わり、立ち替わり、この辺りにやってくるわけです。そして、最終的にはローマ帝国に吸収されると。 ま、続く誠さんの文は衝撃的なものです。あの全体を訳してまとめてくださいました。 要するに人肉を食べながらもですね、その食べ残したものの処理に困ったということですね。そしてこうした石棺を作って人体を処理していたということです。そのすぐ近くに、ってかその周辺に硬化殺っていうか、そのあたりを硬化殺って言うんですけども、そこにこの穴開きドルミンがあったんですよ。皆さん。では続くビデオをご覧ください。Thank you very much. Bye Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto. I say, just a collection of fact is not archaeology but we have to weave fact among them and uh, find out sort of a logical theory. Uh, to be meaning, meaningful, and uh, which has an order. And theory. The theory often starts with a hypothesis, and this is one of them. In Caucasus, Russia, there are more than three thousand, three thousand dolmens like these with very strange holes. In Japanese. ただの松岡、まあ、事実のですね。ただの寄せ集めは考古学ではありません。考古学というのは、それらの考古学事実をですね、えー。寄せ集め、そしてその中から意味のある合理的な。理論と言いますかね。公式を導き出さなければ、導きは導き出すのが考古学だということですね。ちょっとごめんなさい。 で今私たちはこの事実を見てるわけですね。そしてその事実をですね積み重ねて仮説を立てるわけです。でその仮説に従ってそしてこうなってますか事実をさらに積み重ねながらその中から理論を組み,組み立てていくということですね。でまあ今日お話しするのはその仮説の一つにすぎませんけれども今言いましたようにあのあのあるドルメンこれひ,ひ,ひとまとめにしてドルメンと言ってますけれども。 前まあ、いつかありましたように、ドルメンにも UFO の着陸台としての意味のある、意図して意味のあるドルメンもあれば、こうして穴のあるドルメンもあるわけですね。まあ、石を組んで作られたのを一般的にドルメンというんですけどもね、明らかに人工的なものです。そしてこの穴が開いてるんですよね。で、この穴は何かということなんです。まずこれを考えるんですね。大切なことは、とにかく考えるわけですね。そして、こうした事実の中から、 何かの,この仮説を立てていくそれがまあ先ほど言いましたように、まあ、そこから考古学が始まるわけですね。で一つの事実としてこうしてほとんどのっていますかドルメンあのにはですねここの高架札のドル面には屋根があるんですね。蓋があるんです。なぜこんな負担があるかってことなんですね。もちろん墓じゃありませんよ。 こんな石はねそんなに簡単に持ち上げられるもんじゃないですかそれからすごくこのようになってますか丁寧に彫刻してありますね隙間がないようにあの彫刻というか石と岩を合わせてあるということなんですねこれ一見割れているように見えますけども隙間,な隙間がないんですよよく見てくださいそしてここもそうなんですよね丸い石を削ってそして穴が開いてるか部屋の中はこうなってるんですね そしてやはりこう隙間がないわけです。丁寧に作ったら。特にここを見てください。これは森本さんが特に注釈をつけてくださいましたけども、カーブした岩を使ってるんですね。そして中には狭い部屋がある。皆さんこれ何だと思いますか考えてください。私も考えました。そしてですね、一つの仮説を導くんですね。 窓がありますね。窓というか光取りがありますね。そして上から見るとこう小さい部屋なんです。蓋がない状態で見るとこうなってるんですね。丁寧に作ってありますね。岩ですよ、みんなこれはコンクリートではなくて。そしてこんな蓋も見つかってるんですよ、その近辺からは。蓋らしきものと言ったらいいんでしょうか。穴を塞ぐ、ここにもありますね。これをよいしょと立てれば蓋になるんです。あるいはこの線をしてあるのもあるんですね。 蓋をしてあるのもあるんですまあ押しているのもあるんですね近辺にはまだ大体こう大きな言いますか、それらしき輪があるわけです何のためにどうしてここにも大きなドアドア風の蓋がありますね立てればそのまま蓋になってしまうんですねそうなんです私はこれを折りという風うに仮説を立てましたこれらはですね子供たちを 入れておくための檻なんですもちろん彼らの餌としてですよまあこラよりあの人間の子供はある種のエイリアンの餌であったことは間違いありません彼らは地球へお人よしのために来ていたわけではないんですねそしてこうしたドルメンが世界中で見つかっているその中の一つが私は 石舞台だといいう,うに考えています奈良ジャパンにあります石す石舞台でこういう石舞台ですけどもこの石舞台は大型の何て言いますか檻ということになりますねその一つのまあ理由としてですね私これあの甲府へ行った時にあの気が付いたんですけどこの石舞台からですねまっすぐと甲府にある銚子塚古墳 あなたりでも最大級の古墳ですけども大きいですよこの古墳はに線を引いていますこの黄色い線左からの黄色い線がその線です注意深くご覧くださいいいですかこの黄色い線が寸部の狂リーなく石部隊からの線がですねこの調子塚古墳を指しているわけですなあち超静塚古墳はまっすぐと石部隊を向いているんですね彼らは人間の子供を食べていたわけですねそしてその なってますか連れていく発着隊が興奮であったと人間の子供はまさにある種のエイリアンの餌であったわけです。